はい、パーソナルトレーナーのゆうです。今日は初中級者向け、止めるともっと筋肉がつくようになる4つのポイントということで、今回初中級者向けです。上級者が、やってるダンベルトレーニングの中で、それをそのまま初中級者の人が真似てしまうとうまくいかないポイントというのが、まあ、あるんですね。その、まあ、大きな、ものとしてはダンベルの動かし方、これ全てに共通するもので、動かし方ですね。動かすね、まあ、スピードと言いますか、例えばね、胸のダンベルプレスの時に結構ね、やっぱ世の中見たら結構強くね、っていう感じの結構見るかと思うんですが、そういう感じの上級者ね、本当に筋肉ものすごいムキムキで、ほぼもう大会にもね出てますよっていうぐらいになってしまうと、まあ今のようなのもありだったりするんですけど、それを初中級者が生まれてしまうと全然筋肉がつかないんですね。それどういうところがということを説明すると、ここの時にもうとにかく早いんですね。早いで、まあ、ゆっくりやった方がいいですよというものの、まあ、そのゆっくりやるって何なのかですよね。そこなんですけど、通常ねダンベルをやっていく時には上げる下げる上げる下げるっていうふうに、まあ、言いますよね。だけどそれだけだと意識が足りないんですよ。まあ、上げる時筋肉が収縮します。降りる時筋肉伸びながら抵抗している。もちろんこのゆっくり下ろす時もゆっくりした方がいいんですけども、それ以外に今のこの2つのポイント以外に一番まずここで、ね、やりがちなのがダンベルをこう上でピッピッキュッキュッってなっちゃいがちです。上に行ってるあの時ってすごい早いので、実際にはこのトップで胸を使ってない状態になっちゃうんですね。極端にはいい、これ極端には、極端にはこれ、ほらほら、あ、見えない、ほらほら、浮いた、ほら、ダンベル浮いた、ダンベル浮いた、まあちょっと曲芸みたいになってますけど、ダンベル浮いた、これに近い感じ、ダンベルがこう、浮いてるような、ほら、今浮いたでしょ。で、これが持ってる感じでも、実際この、しばらくのこう浮いてるんですね。ということは、浮いてるということは、その浮いてる間、何の負荷もかかってないということです。だからそこで負荷をきちんとかけられてるかどうかをまずやっていく必要がありますよね。なのでトップでここで止まる感じ、一瞬止まるで使っていく、一瞬止まるで使っていく、ここのトップで一回止まるという意識ですよ。で、まあこの胸の場合には腕が伸びきってここまで行ってしまうと負荷がなくなってしまうので、閉じないで、背中、ちょっと肩後ろのところで肘が伸びきらないぐらいで胸が収縮したことがあり、肘が伸びきらないぐらいで僕はまあダンベルこのぐらい間開けてやってます。でここまでしか上げないですね。だから胸の収縮と負荷があるところで終わり、ここのところで負荷がなくならないように一瞬こう止める意識が欲しいんですね。だから上げると下ろす以外にここのポイント、トップで一瞬止めるじゃないと、上がってまたそっと下ろす人も、ここでストッと抜ける人もいるんですよ。この最初の5センチぐらい負荷ないぐらいポンと落とす人も、これもなし。ここでトップで一瞬止まってから、そこからもうすでにこの地点からずっと抵抗して降りてくる。ここで押す収縮があって、収縮を維持するのがあって、その収縮した感じを残しながらもうここから始まっているので、ここを収縮した感じをね残さないで、とにかく頭の中下ろすっていう風にだけイメージしてると、ポンってここでほらこういう感じで、ほらこんな感じでまた浮いちゃうので、それがにならないようにゆっくりとこれ止めたら、こっからもう使っていく、この収縮したこの感覚をもう使っていくということが一つになります。なので、トップで止める、このトップで止めたって収縮、そこからそのまま1ミリも開けないで 0.5 ミリも開けないでずっと使ってくるというのが一つで、もう一つは下ですね。下もね結構ねきついんで、結構ねバウンドしちゃうんですよ。グイッとバウンドしてもうすぐ上げちゃう、すぐ上げちゃう、もったいないです。特にこの胸なんかの場合ね、降りた時の方が負荷が強くなっているわけです。胸に対する負荷が強くなっているので、そこを、まあ、きついですよ。きついからといって早く過ぎたら逆に意味がないですね。ここを使わないともったいないんですよ、一番いいところ。だから
気をつけて、これで1、2ぐらい頭の中で数えるぐらいに、ここもね、一瞬止めるような感覚です。ほんの一瞬です。ほんの一瞬止めるような感覚。で、上も止める。下も止めて、負荷を感じて、負荷を感じて、そのまま胸でゆっくり押していく。降りるところ、上がるところ、トップで止まるところ、下で止まる。収縮、止まる。伸びる、抵抗する、止まる。収縮、止まる。抵抗する、止まる。収縮、止まる。抵抗する、止まる。です。そうすると、ダンベルの上げ下げっていうのは、上げる、下げるというね、2つの側面だけじゃなくて、上で止める、下で止めるも使わないともったいないということです。で、その2つ合わせて4つポイントがあるということ。これは、どのエクササイズでも、意識した方がいいです。アームカールなんかも、ものすごい起きがちですよね。アームカールでも起きがちなのが、こうですね。こう、グッ。これをね、ものすごい重さで今みたいな感じやってもやっぱり変わらないんですよ、体が。本当に初中級者ほどここを重さをきちんと軽くして、ね、十分丁寧にできる、ね、重さに軽くしてから 1,2,3,4 ですね。 1,2,3,4 がある、こう 1,2 がある、 3,4 がある、 1,2 がある、 3,4 がある。アームカールの場合、下で伸ばしきらないですね。伸ばしきる手前で止めますね。まっすぐのこのほんのちょっと手前。で、突っ張ったところを一回作るね。ここを一回作る。ここを一回作る。ここを一回作る。トップをこう一回作る。当然、抵抗するもあるし、収縮もある。抵抗してこう作る。収縮があってトップを作る。収縮ね。特にトップの方は頭の中でもう絶対1、2と数えないともうトンと止まらないです。止まらないです。1、2と数えないと絶対こんなにこの投げたこの状態に入ってしまいます。投げるんじゃないですから、ずっと負荷をかけて伸び縮みさせる。抜けない、抜けないために1、2と止めて、こっちも一瞬止める。トップと降りるところ、トップと下のところの2箇所を抜かさないというのは本当きっちりやらないとうまくいかないですね。ショルダープレスなんかももう本当にありがちです。ここトップでこうブン、うんうん、上がったからいい、もう上がったからいい。これね、結構やっぱ回数だけにこだわりすぎてる場合は、まあ多々ありますよね。ショルダープレスの場合、縮むところもしっかり使ってあげないとね。サードレーザーもここまでしかいかないわけですから、それよりも縮めてるところを使ってるというのがショルダープレスなので、縮めてるところをやっぱり使ってあげたいんですね。だからここでも1、2ぐらい長めに使う、長めに使ってから降りてくる、長めに使ってから降りて、下もある、トップがある、下がある、トップがある、下で感じるというふうにやっぱりやっていく必要があります。これアームカールとショルダープレス、胸のこのダンベルプレス、ベンチプレス系は一番やりがちです。本当にやりがちなので、上のポイントと下のポイントを本当に押さえてください。もうすべてです、すべて。このライングフレンチプレスね、ダンベルでやるこのライングフレンチプレスも上げたら自分がもうやりきったと思っちゃわないように、ここで止める、はい、下がある、止める、抵抗して下がある、止める、抵抗して下もある、止める、トップ、収縮あります、必ずあります。ダンベルじゃなくても腹筋もあります、腹筋も本当にあります。クランチをここでトップで1、いいです。降りてもここあります。トップ1、2、降りてもここあります。トップで1、2、降りてもここある、1、2、ここある、ここある、ここある。全てにおいて、今の上のポイントと下のポイントを抜かさないということ。行き帰りもあります。収縮と抵抗もあり、上で収縮キープ、下で引き伸ばされてグッと固めて力抜けないのがある。上と下のポイント、この4つの側面をきちんと捉えて、最後までね、
10回なら10回、12回なら12回の限界で自分がもう上がらなくなるところまでそれを気をつけていく必要があります。それをやった中で限界を迎えるようなセットにしてほしいということです。それができるような重さにした方がいいです。これをむちゃくちゃやっぱりちょっとなんか重いのをやった方が筋肉が太くなるからというところだけを見ていってしまいがちで、他のものがもう見えてこなくなってしまうんですね。そうなると重いだけでバンバンバンってなっちゃって、結局何も変わらないです。もう初中級者がこれやるとやっぱり変わらないので、上級者はね、ああ見えてもね抜けてなかったりするんですよ。だったら歴は15年20年ありますから、あれでも抜けてない負荷が抜けてなかったりすることがあって、やっぱうまいっちゃうまいんですね。だけど、初中級者の場合にはそれは多分うまくいかないので、正直まだトレーニングがね、一般で普通にやりながら5年未満の人の場合には今のポイントは絶対気をつけた方がいいと思います、ね、それをきちんとね丁寧なやり方で、それで10回ギリギリかなという重さで、そういうふうにやってた方が僕は筋肉がねきっちりついてくると思います。やってるところはそもそももう痛くなってきますから、やってる最中に。だから筋肉痛で効いてるとかどうとかをまあ判断する場合もありますけれども、筋肉痛が来ないところとか来ない日もあるので、今みたいなやり方4つのポイントを抑えながらやって、うわ効いてるっていう感じがあることの方がまず大事なんですね。そこがまずないと効いてるかどうかは、判断できないですね。筋肉痛よりはそっちを確認した方がいいということです。なので、全ての種目において今の4つの側面ね、1、2、3、4つのポイント必ず忘れないように、全てにおいて、全てのセットにおいてやってみてください。それで新たな体はもっと変わると思います。頑張っていきましょう。パーソナルトレーナーゆうじでした。